では任務の進行状況を確認しましょう。ゴトベイ道については安心でしょう。いずれは彼らの力も得たいところですね。義の動きはよくわかりました。これでより有効な策が立てられそうです。目下の障壁は除かれました。これで国内は安定するでしょう。皆さんのおかげで国内の憂いはなくなりました。これで心置きなく北へと軍を向けられます。北、つまり魏の重要拠点である長安を抑えるということですね。曹操は帝を擁し、独断で都を巨匠へと移してしまいました。かつての都長安を抑えれば漢王朝の再興も遂げられるでしょう。そうと決まればすぐに攻めようぜ。腕がなら。みんな忘れないでほしい。我らの目的は漢王朝を復興し仁の世を築くこと。逆臣曹操を倒し帝を必ずお救いする。そのために今後も力を尽くしてほしい。長老が曹操に降伏したとのこと。漢中は魏に抑えられました。ここは孫悟に動いていただきます。魏が呉と戦っている隙に手薄となった漢中を攻め落とすのです。呉はこちらの思い通りに動いてくれるでしょうか。そのために慶州の一部を呉に渡そうとしているんですね。ええ、領土を失うのは痛手ですが、漢中は必ず抑えねばなりません。漢中は長安への、いいえ、仁の世への足がかりなのですから。呉はきっと納得しませんよ。慶州の一部を得られ、蜀と共に魏を攻める。なるほど、呉に利があるように見えます。しかし呉は本来は自分たちのものである慶州を餌にされ、望まぬ戦いをさせられるという見方もできます。諸葛亮殿の提案は余計な恨みを買いかねませんよ。呉は今までも感情的にならず利を取ってきました。今回もそういう方針を取るのではないでしょうか。以前ならそうでしょう。ですが今まで呉の交渉役だった盧粛殿は先日亡くなりました。後任が彼と同じ考えかどうかは分かりませんよ。
我らはこれより艦中へ攻め込みます。曹操本体はすでに引き上げているようです。今艦中にいるのは花公園と長江、全軍で当たればまず負けはないでしょう。艦中は険しい山間の地、今までとは違う戦い方をしなければ攻め落とすことは難しいでしょう。けど魏軍は随分高いところにいるぜ。下から突っ込む以外方法なんてあるのか。青いな、それでは敵の思うつぼよ。上からはこちらの陣容が丸見えじゃ。すぐに追い払われてしまうじゃろうて。山で寛容なのは相手より高所を取ることよ。奴らの目が届かぬ裏手から登り、さらに上で陣を張るべきじゃろう。さすがは甲冑殿、おっしゃる通りです。裏の山道はかなり険しい。敵もそこを進んでくるとは思っていないでしょう。しかし老練たる甲冑殿ならあの道を進むことも可能なはず。なんとか高所に陣取り、花公園に逆落としを仕掛けていただけませんか。大役、確かに引き受けた。義のひよっこどもたっぷりと揉んでやろい。さて、曹操殿から艦中をいただきましょう。艦中は陣地間の連携。要、面で攻めますよ。敵の総大将花公園は帝軍山にいるか。お前の策で私を勝利へと導いてくれ。預かった地断じて渡さねえ。劉備様からのご命令は増援部隊を3カ所に送るだって。でもどの先生、私などひよっこには想像もつくない。この策で勝負をつけてやる。かかれ。劉備さえ討ち取ってしまえばいい。こんなところで阻まれるわけにはいかぬ。何としてもしのぎきらねば。来ればいいのでしょうか。騎兵部隊は馬に慣れた方に送った方がいいでしょうか。工作部隊はきっと兵器を扱える方のところですよね。
ません。よかった、少しはお役に立てたみたい。よし、成功したぞ。おお、よくやってくれた。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。敵将撃ち取ったり。強い。これほどとは。のため戦い抜く。ありますね。これでも感心しているのですよ。敵も少しはできるか。なんだこのじいさん、強いぞ。みんな、弓矢に気をつけて進軍しろ。敵は不要な任務がある。気をこらえて教える暇などないが。進め、我らが軍の屈強さ思い知らせてやれ。狙いは定まった。敵の足場を崩し全員を損。敵の要所を叩く。イルトラン。私の知力が破れようとは。敵将撃ち取ったり。よくやってくれた。今だ。この
ちの攻防は戦局をさ、なんと無様な将軍、お許しください。愛しのため、かり抜く。いいぞ、その調子だぜ。活躍の場残しといてくださいよ。Ha!
実に見事だった。よし、艦中を落としたぞ。俺たちは勝ったんだ。義務も大したことはないな。山中を駆け回ったが、誰もわしについてこられぬかったわ。ようやく曹操から領地を奪ってやったぜ。俺たちはここまででかくなったんだな。魏は必ず漢中を奪還しようと動くはずです。この勝利を無駄にしないためにすぐに迎撃態勢を整えましょう。勝利の余韻に浸るのはもう少し先になりそうですね。私たちの進軍と同時に呉が合肥に攻め込んでいます。魏はその対応に追われ、すぐには漢中に引き返しては来ないでしょう。その猶予を生かし、今より漢中の防備を固めます。皆さん、あと少しの間奮戦してください。